やっほー、マスターいる？まあいるよね、僕とのバレンタインだもんね。ちゃんと部屋で待っていてくれてありがとう。他の用事入れてないでしょ？朝早くから働かせるカルデアのことだから、また妙な事件が起きて。おかしな得意店に連れて行かれていないか気が気でなかったけど。っていうか、そんなことになってたらその得意点消し飛ばしてるけど。何事もなくてラッキー&ハッピー、これも日頃の行いの賜物みたいな。嘘、僕のマスターかっこよすぎ。ん？今は休みよ。水着だからね。クールはビーチで死ぬものでしょ。って恋人同士の甘いトークは一旦中止。ここだと邪魔が入ってくるし。来てマスター、この日のためにいい場所取っておいたんだ。はい、到着。ブリスティンのビーチにようこそ、マスター。途中で君を落としてしまわなくてよかった。竜は宝物をがっしり掴んでいるものだけど、一番大切なものほどうっかりなくしてしまいがちだからね。ねえ、そう、なぜか残っていたの。陛下らしくない後処理の雑さだけど、誰もいないんだし使ってもいいと思う。陛下には後で私から注意しておくわ。得意点消し忘れていましたよって。何用です、メリュジーヌ。報告があるとのことですが、あなたに任務を与えた記憶はありませんが。ああ、少しは海で泳げるようになったのですか。ううん、そうじゃなくてありがとう陛下。得意点バッチリ使わせてもらっちゃった。誰がそこまでランスロットと命じたか。さて、それじゃあまずはこれから。そこの椅子に座って。マスターはそっち、私はその対面。うん、青い空がパノラマでよく見える。でもこっちの空色も素敵なはず。はい、召しませマスター。私からバレンタインの贈り物。一から作ったの。もう死んじゃうかもってくらいバーゲストに鍛えられた甲斐があった。素材選びに容器選び、取ってほしい栄養素まで考えなさいとかすごく細かかったけど、そんなに喜んでくれるなら努力してよかった。バーゲストに感謝しよう。でもこれは未完成。画料転生を書くだっけ。最上の思い出になるにはもう一工程必要なものがある。わかるマスター？そう、あとは二人で味を確かめれば完成。ただし今回は特別ルールを設けてあります。ルーラーだけに。一口ごとに私のいいところ言って。少なすぎて足りないかもしれないけど、それでもちゃんとマスターの声で聞きたい。ダメ？
うか、もうこっちがお腹いっぱい。私、生命として完璧で欠点がないから、周りから疎まれたり怖がられたりするけど、君はそういうの気にもしていなかった。うん、鼓動で分かってはいたけど、言葉で聞くとすごく嬉しい。それでバレンタインのお返しは十分だけど、もっと甘えたくなってきちゃった。つよつよだけど弱々なドラゴンだから。ほら、鈴鹿が言ってたわよね、ビーチで泳がないのはもったいないって。日が沈むまであと1時間しかないけれど、浅瀬で泳ぎを教えて、マスター。苦手な海の水をあなたの手で克服させてね。